今回紹介する商品はベーカリーのストロベリーチーズクリームケーキなんですけど、見た目ね、今まで販売されてたこのいちごのケーキっぽい、まああんま変わらんやろみたいな感じだったんですが、うまい。ケーキ食べてるというよりかはクリームを飲んでるっていうのにすごい近いですね。スポンジが一番下に一層敷いてあるだけなんで、途中から上全部クリームなんですよ。今までね、その構成のケーキっていうのはなかったんで、よりこうクリーム飲んでる感が強いです。本来あるべきこういったケーキの作り方というかバランスとしてはどうなのか分かんないですけど、クリーム好きからするとね、すごくいい仕様だなと思います。これまでのケーキだとスポンジは必ず2層あったんですけどね。デコレーションに使われているこのいちごもね、これまでのいちご系のケーキとは全然違ってまして、もうカットせずに丸ごとこう並べられて、上の頭の部分はね、多少切ってありますけど、これのおかげでかなりフレッシュな状態がキープされてますね。うん、いちごの状態自体はかなり酸っぱめ、まだ張りがある状態なんで、のホイップクリームだったり中のチーズのクリームとのコントラストがねバリッと効いてます。いちごがシャキシャキで食べれるだけでもだいぶ印象が違いますね。うん、また後でね、綺麗に切った断面をお見せしますけど、この中の部分ですね、これがチーズのクリームになってまして、結構質感もねもったりしてます。でストロベリーのソースがこう自然と一体になる感じ、うん、このクリームは割とこってりもったりした質感ですね。周囲をねぐるっと囲ってるホイップクリームは結構ふわふわな食感なんですけど、これはもったり。この端の部分なんかはもう5センチぐらいクリームの層なんでね、すごい。クリーム多いのちょっと苦手って方はね完全に合わないと思います、これは。うん、逆にクリーム得意な方はね、より一層こう普段のスコップケーキとは違うクリームの量を味わえるんで、うん。でこれ日曜のね朝に買ったものなんですけど、前日製造分なんですよね。売り場にもそれしか並んでなくて、当日製造分っていうのは朝一行ったらもう大体買えないんですけど、このいちごが切ってないっていうことでかなりフレッシュな状態がキープされてるんでね、それはすごいいいなと思いました。ということで改めまして、今回紹介する商品はこちら、ストロベリーチーズクリームケーキ、2580円で購入しました。今週の真ん中あたりに登場したベーカリーの新しいスイーツですね。この間イタリアンティラミスとか出てましたけど、短いスパンでね、また新しいスイーツが登場しました。ベーカリーの定番スイーツで、ストロベリースコップケーキっていうのがね、だいたい通年通して買えるんですけど、それの上位互換版みたいな感じですね。パッと見、定番のやつとね、変わんないんですけど、よくよく見ると、若干違いがあります。まずこのいちごですね、大きめの粒がカットされないまま丸ごと14個乗ってます。でその下には結構たっぷりめにね、ナパージュいちごのソースが敷いてあります。でこれもよく見るといちごのねかけらがゴロゴロっとしたものが入ってますね。で一番上を周囲ぐるっとホイップクリームが囲ってで、横から見るとこんな感じなんですけど、一番下にスポンジが敷いてあって、ここチーズクリームですね、ちょっと黄色みがかったチーズのクリームの層が2センチ
ぐらいですかね、あります。でその上ホイップクリームということで、この辺ちょっと見た目的にね、色味が似てるんで分かりづらいですけど、こんな感じで2種類のクリームが層になってます。ラベルの情報はね、こんな感じになっております。 100g あたりのカロリーは 246kcal、 PFC は 3.1、17.3、19.8。 今回購入分はね、消費期限3月6日までになってまして、これ買ったのがですね、本日3月5日の朝になります。だいたい午前中行くと前日製造分の残りが出ているので、おそらくこれもね、製造日は3月4日土曜日のものなので、通常通りだと製造日含めて3日間という感じになります。このチャンネルではね、新商品出るとなるべく早く紹介しようってことで買ってますけど、普通に消費するっていう場合だとまず前日製造分は買わないようにしてます。あのいちごがね、特に1日時間が経つと、今回はね、カットされてないんでマシだとは思うんですが、だいたいこういちごからね、水分が出てビチャビチャってなってね、本来のクオリティではなくなるのでね、もしもなんかそんなに急いでないっていう場合だと、当日製造分が出てからそれを買って食べるというのが一応ベストかなと思います。それでは容器込みの重さになりますが、測っていきます。今回購入分は 1720g です。今回購入分は 1720g だったんですけど、容器全体で 101g ありますので、差し引き 1619g ということになります。でカロリーね、トータルのカロリー計算してみますと 3982kcal でした。約 4000kcal ってことで、ストロベリーがね、メインになってるケーキってだいたいそこまでカロリー上がらないんですけど、3000キロカロリー前半とかになるんですけど、約4000キロカロリーってことでなかなか珍しいなと思います。トータルのカロリーが4000キロカロリーに近くて、かつ価格も2500円超えちゃっててっていうところなんですけど、理由としては内容量がね、純粋にこう増えてるっていうことも考えられます。いろいろね、値上げの影響とかもあるんですけど、今までね、いろいろこのストロベリーがメインになってるケーキって紹介してきましたが、ほとんどが 1.2 キロ台だったんですよね。で、これと同じぐらい量が多かったのが、エピソード635で紹介したダブルストロベリーケーキっていうので、これが 1.6 キロありました。その価格が1898円。2000円全然下回ってる価格で出てたということで、いちごがね、このケーキは大粒なものをたくさん使ってたりだとか、あと中のチーズですね、チーズクリームとかでもコストが上がってるってことなんで、純粋にこの、ね、値段だけボンって上がってるわけじゃなくて、内容量が、いつものケーキよりかは 400g 分ぐらい増えててっていうところで、それがやっぱ値段がね、ここまで上がっちゃってる理由の一つかなとは思いますけどね。普通にケーキ屋さんで、ホールケーキとか注文しようとすると、これの3分の1ぐらいの量で同じぐらいの価格とかですもんね。18センチぐらいのいちごのケーキとかで3000円台後半とかっていうのがありますし、それ考えたらね、半分以下ぐらいのコストでやっぱ買えてしまうっていうのはお買い得だなと思います。ということで、容器真ん中あたりを切り出してみてるんですけど、こんな感じで、もうね、自重でこう潰れていくとか沈んでいくような感じになりますので、いちごはね、このまんま切らずにいちごを区切りとしてカットしていくっていうのが一番、切り出しやすいかなと思います。普通のいちごのショートケーキとかで絶対乗ってないようなサイズ感なんで、ちょっとね、実物見たらかなり迫力があると思います。ということで、今回はベーカリーの方で新しく出てましたストロベリーチーズクリームケーキの紹介だったんですけど、個人的にはね、すごい好きでした。いろいろポイントまとめますと、価格がスコップケーキにしてはやや高めになってます。クリスマスシーズンにね、出るホリデーケーキよりも価格が高いですけど、内容量がその分多いです。 400g ぐらい、過去に出てたこういったいちご系のケーキに比べると多くなってます。いちごがね、切らずにドンとそのまま、しかも大粒なものが使われているので、いちごのコンディションはね、1日経ったものでもかなりいいと思います。ケーキの構成としてはスポンジが1層しかないので、もうほぼ
クリームみたいな感じ。大体ね、高さ7センチぐらいあるんですけど、5センチはクリームみたいな、そんぐらいのクリームの割合になってますので、クリーム好きな方はめちゃくちゃドンズバな商品かなと思うんですけど、逆にそこまでクリームいらないんだよねっていう方はもう選ばない方が正解ですね。絶対食べてるときつくなるんで、そんな感じで判断してもらえればいいかなと思います。ベーカリーのスイーツ系の商品っていちご使ったもの結構年間通して出てくるんですけど、特にスコップケーキタイプなんか大体同じような感じなんですよね。今回紹介したストロベリーチーズクリームケーキに関しては、大粒のいちごをそのまんまね、切らずに乗せてあるっていうのは、今までありそうになかったパターンでね、かつこの仕様がいちごのコンディションを結構キープさせてくれてて、2日目のパッケージですけど、かなりフレッシュな状態で食べれたんで、このいちごの仕様はね、すごくいいなと思いました。だいたいね、2日目のこういったいちごのね、ケーキってもうグズグズになっちゃってるんですけど、全然そういったことなく美味しく食べれたんで、過去に登場したいちご系のね、こういったスコップケーキタイプのものに比べると価格は高めになってますが、一般的な相場からすると全然安く、お買い得ってことにはね、間違いないので、気になった方はね、ぜひ試してみてください。この価格がネックになってるっていう方はですね、ちょっと待ってるとクーポン出たりするんでね、値引き幅で言うと200円とか、これは2500円超えてるんで、もうちょっと上の300円オフとかになる可能性あるんでね、それを待つのもいいかもしれません。中に使ってあるチーズクリームはマスカルポーネクリームよりもチーズ感あるような気はしたんですけど、まあでもそんなにね、なんか明らかな違いっていうのはないので、過去にこういったタイプのね、ケーキ食べたことある方は味の予想はつくと思うんですけど、このいちごのコンディションとクリームの割合が多いっていうところが大きく違うと思いますので、はい、そんな感じで現場からは以上です。コストコのスイーツ系の商品かなりね、量が多く設定されているので、食べきるのしんどいんですけど、こういうなんか生のフルーツが乗ってるケーキ系の商品は気合で食べきるようにしてて、最近は、以前出した動画でどんな感じで、保存するのかみたいなことをやってますので、もし保存方法とね、手順等気になる方は過去のケーキ系の動画を見ていただくといいかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったもの、新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、チャンネル登録ぜひお願いします。今回紹介したストロベリーチーズクリームケーキ買ってみようかなと思った方はグッドボタンで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。